ナス高原地図ナス高原ナス高原とは、栃木県北部のナス岳の南側山独地域を言い,い、ナス岳の標高線数百メートルの地域より、東北本線、国道4号が通る標高300メートルあたりまで緩やかな斜面が広がる。また、中川を挟んでナスのが、原、ナス高原の北西側は、福島県の甲子高原に連なる。白川市より見る。 ナスガクとナス高原中腹に多くの建物、施設が見えるナスガクの紅葉ナス高原は古くからナス温泉郷で知られた観光地で1926年に開かれたナス、御用邸があることでも有名である。ナス岳をはじめとする登山、ハイキングコースが整備され、山麓には牧場、遊園地、ホテル、ペンション、美術館、リゾート施設、ショッピング施設、 動物園、キャンプ場などの観光、ゴルフ場、スキー場、テニスコートなどのスポーツ施設、別荘分譲地や保養所などが数多く立地している。東北自動車道や東北新幹線が通じており、東京から日帰り可能な日本有数のリゾート地域となっている。雄大な自然に恵まれ、夏は涼しく、春は連月辻、秋の林道。 紅葉など四季折々に変化に富んだ美しさと泉質が各地で異なる那須温泉郷を楽しむことができる。東北自動車道那須インターチェンジに接する那須街道が那須高原内の各観光施設へのメインアクセスルートとなっており、道の駅那須高原 UI の森もこの街道沿いにある。2011年5月22日には那須御用邸の敷地の約半分が 一般開放され、ナス平成の森として開園し、同時期に観光案内施設として、ナス平成の森フィールドセンターと、ナス高原ビジターセンターが設置された。ナスシャトルバス、QB5、ナス高原平年値主な要素。気象庁。2021年10月4日閲覧。観測史上1から10位の値。気象庁。2021年10月4日閲覧。 ありがとうございます。